さあ、行くか。先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか、分かりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。刑事さん、わしは肩着を脅かすようなことはしまへんで。なんかの間違いとちゃいますか？
喫茶店で小島不動産の社長に会った時、テーブルを叩いたそうやないか。叩いたうちに入りまへんがな。ちょっとこうやってポーンとやっただけですわ。立派な恐喝罪や。は、冗談やないで。そないなことでいちいち引っ張られとったら、わしら飯食うていきまへんがな。しょうもない大門ちらつかせられれば、一般市民はそれだけで怯えるもんや。しょうもない大門やと？女やと思っておとなしいしとったら図に乗りやがって。何が任侠や。何さらすんや。ヤクザやったらこそこそしのぎせんと、体張って稼がんかい。連行や。恐喝、傷害、脱税、署で徹底的に炙り出したるわ。何さらすんじゃこのボケ。公務執行妨害のおまけ付きや。ホーム連合と登場会が杯交わせた？私たちが掴んだ情報では。ほんで天下の警視庁班は府警に何せ言うんでっか？キリの身柄を確保していただきたい。あ？もし杯の話がこじれてキリが殺されでもしたら、泥沼の抗争になるのは間違いありませんから。つまりわしら警察がヤクザの身辺保護をせえちゅうことでんな。ええ、とにかく時間がありませんので、よろしくお願いします。ほんま勝手なことばっかり抜かしやがって。課長、誰からですか？ん？ああ、警視庁の四課長からや。ヤクザの身辺保護とはどういうことなんですか？桐生一馬が監査に乗り込んできたんやと。桐生って、あの。ああ、せや、登場会の四代目や。あいつにこっちで死なれでもしたら西と東の大戦争や。せやからわしらに身辺保護をせいっちゅうとんねや。ほんま、アホらしい。その任務私にやらせてください。あかんあかん、お前に任せたら身辺保護どころやないわ。チャンスやと思いませんか？チャンス？桐生一馬の命を守る、その名目さえあれば私が関東で捜査しても問題ないということですよね。なんじゃい。お前の狙いは関東に乗り込んで府警四課の力を見せつけて警視庁を見返してやろうっちゅうてのか？展開によっては総動員体制も取れます。これはおもろいな。差し詰め府警四課の関東進出やな。じゃあ私に。おい、ちょっと待てや。お前、登場会にこだわっとるんと違うやろな。違います、私は府警四課の主任として言ってるまでです。ほんまやな？はい、わかった。ほな一丁行ってこいや。はい。昨日の爆発、風間組の事務所は粉々に吹っ飛んだそうだが、柏木組長は無事だそうだ。そうか。近江連合の仕業じゃねえだろうな。おそらく合田隆二だ。え？ああ、昨日蒼天堀で会った。本当か？お待ちしておりました。
遠方からようこそお越しくださいました。五代目近江連合会長の郷田仁と申します。桐生四代目の噂は金がねえ。ご丁寧な挨拶痛み入ります。東条会四代目桐生一馬です。堅苦しい挨拶を終わりにして近江連合の執行部を紹介しましょう。私の横におるんが総本部長の高島です。本部長をやった寺田の後任となります。よろしくお願いします。寺田の。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。この度は誠に残念でした。次に。ちょっと待った。おい、そこのあんた、今何て言った？残念だと。何寝ぼけたこと言ってんだ。お前らがやったんだろうが。寺田を殺したのは確かに近江の系列です。ですが本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや兄ちゃん。ああ、ええか、こういう会合には格っちゅうもんがあるんや。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ええ、せやろ、東条の四代目藩。やめろ戦国、失礼だろ。すみません、こちらが無礼をいたしました。寺田の一件に関してはほんまに申し訳ない。上座からですがお詫び申し上げます。ちょっと待った、謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織裏切った人間、夜行が二王がこっちの勝手でしてる。戦国、臭い芝居やめろ。はぁ、あんたら全員本当に悪いと思ってんのか。ええ五田さんよ、あんた一年前寺田の背後で政治家の神宮とつるんで東条会乗っ取ろうとしたじゃねえか。知らねえとは言わせねえぞ。確かに、ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。なんだと？今さら何言ってんだ。桐生さん、堂島さん、郷田の口からは申し上げにくい話なので私の方から説明いたします。実は1年前の神宮との件は直参合流会会長が独断で行ったことなんです。何？龍二が。龍二をご存知でしたか。彼は親父の実子です。親の心こしらずとはこのことで、奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々、寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思います。では龍二が寺田殺しを命令したと。おそらくは。アホらしい、やっとられんわ。戦国、まああとは勝手にやっとくんなり。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。10億でも20億でも用意しますさかい。ほな。桐生さん、これが近江連合の現状です。直参120、構成員35000、巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の業です。五代目、この高島は和光で器量もある。寺田もそうやった。ですがね、今の戦国や龍二のように他の若い連中は言うことを聞かへん。郷田さん、桐生さん、寺田を失うたんは東条近江関係なく痛いことや。今こそ東と西の力を均衡させることで
争いの種を取り除きたいと私は思ってる。東と西のですか。そうです、キリュウさん、あんたならそれができる。ぜひ東条会を立て直してください。そのために近江連合の力が必要なら、私は喜んで力になります。これは寺田から預かった書状です。あいつは合田会長との杯を願っていました。寺田、東条会としては寺田の願いに従い、近江との五分の杯を望んでいます。受けていただけますか。お受けいたします。そうですか。ではすぐにでも東条会五代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせます。いや、そうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。神室町へ行きましょう。はい、ありがとうございます。やっぱりあんた本物の堂島の竜やったんや。キリュウは竜神、近江と東条が五分の杯やった。八二、いや九一の間違いとちゃうんか。お前何しに来た。お前は執行部の人間やない。ああ、何や。俺を覚えているだろう。知らん。お前に5年前はめられた堂島宗平の息子大吾だよ。知らん。中取るやろが。杯なんて関係ねえ。俺はお前に借りを返さなきゃならねえんだよ。雑魚なんぞ覚えてられるか。邪魔やねん。そこで寝とけ。どないする気や。やれ。何をする。どういうことや。お前ここどこだと思ってんだ。何言うてまんねん。近江連合の本部だぞ。そないなことはわっとりまんが。わしらはクーデターを起こしに来とんのやから。なんだと。今東条会さんにうちの親父と話させるわけにはいきませんねん。杯なんぞ顔してしもた。わしの計画がパーや。お前の狙いはやはり戦争なのか。そうや、西と東の大戦争。それこそがわしの狙いや。それとも一つ。俺か。その通り。あんたの首や。悪いがその価値があるか試させてもらいますぜ。Hey! Hey! 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 H
さすがでんな。昨日よりも迫力あるわ。やっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんです。何さらすんじゃ悪い。お前の好きにはさせねえぜ。俺との勝負が先だろうが。キリュウさん、悪いが、こいつは俺がやる。あんたはゴーダ会長。分かった。意外にやるやないか。まあ、やろ。そないに死にたいんだ。先にやったらやないかい、ボケが。キリュウに行け。Yeah!
さん、逃がさねえぞ。
さん、息子の失態、あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。お気になさらず。しっかりしろ。桐生さん、やっぱあの男ただもんじゃねえ。勝負はまだついとらんやろが。大吾、お前は郷田会長を連れて東条会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今郷田会長が東条会と杯を交わす方が先決だ。それにお前はここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。わかった。やっと二人きりになれたの。会長は東条会が預かる。この杯に絶対に邪魔はさせねえ。まあいい。あんたを倒して奪い返しゃいいだけの話。やってみるか。ええ、本物の竜はどっちか決着つけやないか。ここがあんたの墓場や。ここがあんたの墓場や。
ここがあんたの墓場や。
ここがあんたの墓場や。ここがあんたの墓場や。